九州ビジネスチャンネルリポーターの江口いつみです。私は今東京ビッグサイトに来ています。今回こちらの展示会場を取材するんですが、オープン前にもかかわらずたくさんの人たちが詰めかけています。東京ビッグサイトで1月31日に開幕したナノテク2024。国内外のナノテクノロジー技術や製品を集めた世界最大級の展示会です。未来のビジネスを開くをテーマに、研究開発の事業化とイノベーションの競争を実現する400以上の企業などがそれぞれ個性的なブースを展開しています。そんなナノテク会場の中でも注目度の高い企業の一つが株式会社杉野マシンです。微粒化装置や生物資源由来の超極細繊維素材を展示訴求しています。こちらはどういった機械でしょうか？そうですね、こちらは湿式微粒化装置スターバーストというですね、要は物を細かくする粉を細かくする装置になります。特にナノレベルまでの粉砕分散というかなんかを行う装置になります。この装置の納入いただいているお客様の、特に多い、業界さんといたしましては、電子部品の材料ですね。例えばスマホなんかに小さな部品たくさん入って量産用のそのコンデンサーのセラミック材料ですとか、あとは二次電池の材料ですね。その他にもですね、化粧品の材料ですとか医薬の材料ですとか食品の材料なんかもこの装置で処理することはございます。ブースの傍らで来場者の入り状況などを確認しているこの男性、杉野マシンのブースを担当している関西ビジネスインフォメーションの清水さんです。いつもどのようなことを考えてこうブースのデザインは設定されてるんですか？そうですね、杉野マシンさんに関しては、ブランドガイドラインというのがありまして、デザインっていうのは、ある意味ですね、決まった形にはなってくるんですね。その中で当社が考える展示会のブースというのはですね、やっぱり来場者目線で考えないといけなくて、来場者がどのように会場に来てどこを見ていたり、どのように感じて動いているか、でそこで、そこの視線を感じながらですね、考えながら、ブースを設計しないと、効果的なその商材の訴求っていうのはできないと思うんですよ。ブースの装飾はもう当然僕らは売るんですけれども、出店者さんはそうではなくって、ブースを、売りたいわけではなくて商材を売りたいので、その商材を効果的に訴求して来場者さんに伝えるためのブースを作るっていうことが、一番大事なことだと考えております。関西ビジネスインフォメーションが手掛ける展示会トータルサポートサイト、テンサポ。展示会に出展したい企業を様々な側面からお手伝いするサービスで、ブース設計のみならず集客や商談の機会を増やすコンサルティングなど、展示会のプロの目でしっかりと面倒を見てもらえるのが最大の特徴です。日本国内でも年間で大体700件ぐらいの展示会が開催されるんですけども、そのうちの大体8割ぐらいっていうのを常に情報をカバーしているっていうようなのサイトになっております。多数 の、 来場者さんであったりとか出展者さんであったりとか展示会を探されている方っていうのがたくさんアクセスする非常に役立つサイトになっております。サポートはどういったものがあるんですか？そうですね、展示会 の、 装飾はもちろんなんですけども、展示会に出展する前段階 の、 準備の部分のサポートであったりとか、あとは、企業さんが展示会出展されましたらですね、たくさん の、 名刺を獲得されると思うんですけども、弊社の方ではコールセンターのサービスもやっておりますので、獲得した名刺に対してですね、営業担当さんの代わりにテレアポをしてアポを獲得したりとかですね、出店前から出店後までトータルでサポートするサービスを行っております。ナノテク2024前日の会場です。翌日開催初日を迎えるとあって、各出店企業が搬入を進めたりと準備をしています。午前9時、杉野マシンのブースに展示する大型の精密機械の搬入が始まりました。会場入り口近くにブースを構える杉野マシンはテンサポの常連です。その甲斐もあって前日の午前中にはほぼブースは完成しています。あとは細かい作業を残すのみで最終仕上げの段階です。
事前準備8割、まあ、段取り8割って言われるんですけれども、もうほぼやっておかないと、まあ、絶対現場でこけちゃうんで、でも午前中にはもうほぼ完成に近い形に持っていくかなというところです。あとはまあ昼過ぎぐらいまでこの杉のマシンさんがちょっと準備したりとか、例えば明日以降に配るものパンフレットとか会社名とかをまあ袋詰めしたりとかっていう作業をされるっていう感じですね。この日清水さんと共にブースの仕上げ作業に入っているのは入社3年目の岡本さん。半年ほど前の人事異動でテンサポのチームに配属された岡本さんは、持ち前の笑顔と人当たりの良さを武器にこの日も元気に作業をこなしています。たくさんのお客様に出会えるっていうのはもちろんなんですけれども、まあ、そのお客様の課題に合わせてどういう展示がいいかとかを考えて展示をすることでお客さんのゴールに導けるっていうのがすごくやりがいなのかなと思います。今はできないこともたくさんあるんですけれども、いろいろな経験を積み重ねていって、いつかは独り立ちしてたくさんのお客様をサポートしたいなと考えております。いよいよですね。そうですね、もう搬入装置の搬入とかは終わってですね、あとは、もう少し残券残っておりますけれども、明日の会期をまずのみとなっております。はい、私の部署はですね、年間10件ぐらい展示会、出してるんですけども、全て KBI さんにお願いしておるので、はい、もう一緒に展示会を仕上げていく、パートナーとなっております。全て頼まれてるんですね。そうですね、はい、もう私どもの思いを KBI さんに汲み取っていただいているので、私どもも非常に助かっている状況ですね。はい、ナノテク2024初日がスタートしました。杉のマシンのブースにも多くの来場者が集まっています。今回の出展の手応えはいかがですか？そうですね、まだ始まったばっかりではあるんですけれども、ようやくコロナ前本来の姿にこの展示会も戻ってきたかなという印象がありますね。展示会出展にあたってテンサポに期待するところってどういうところですか？そうですね、私どもの訴求、お客様に訴求する思いというのを感じ取っていただくということが一番大きな力になっているところかなというふうに感じますね。はい、正直なところもうあまり多くを語らなくても KBI さん、清水さんから出てくるレイアウト図にほぼ決定するような状況ではありますね。はい、もう私も基本的にはもうこの部署に関しては少なくとも変えるつもりはないので、はい、すごい信頼ですね。そうですね、はい、やはり仕事早いですし丁寧なので、はい、そこについては非常に助かっておりますね。はい、このお仕事のやりがいって何ですか？そうですね、今回であれば東京ビッグサイトという、日本で一番大きな会場になるんですけれども、この東京ビッグサイトの何もない中にですね、たった3日間のために、ゼロから僕たちで考えて作り上げていったものがどんどん立っていくっていう、それを見るだけでもすごいやりがいを感じますし、何よりもそれで来場者さんに対して効果的に訴求することができて、出展者の方がすごい成果が出たっていうお言葉をいただける瞬間がとてもやりがいを感じます。でその3日間のためだけに作ってまた壊してまた作ってっていうのを僕たちは繰り返していくんですけれども、ある意味その3日間の幻を作ってるような感じで常に達成感を感じるような仕事だなというところがありますので、そこが一番やりがいを感じる瞬間かなというふうに思います。今後はどのようにテンサポを発展させていきたいですか？そうですね、今後はその展示会といえばテンサポっていうふうに第一想起していただけるように、展示会に関わる全ての、ステークホルダーの皆さんにお役に立てるような展示会 の, プラットフォームに育てていきたいというふうに思っております。企業にとって展示会は重要な商談の機会です。なのでその大切な業務に集中できるようきめ細かいサポートをしてくれるテンサポは出展企業にとってますますなくてはならない存在になっているようでした。